真っ白いお花をさどこにあるんじゃろう。お前が探しているのはこれか。それは赤白いお花だ。オラの探しているのは真っ白いお花じゃよ。そうか。でもあんた探してきてくれたんだな。ありがとうな。あんたいい人だ。真っ白いお花か。そうだ、飛んでいった。そうだ、真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。
お主も竜害に。行こう、ヤム、行こう。無理に喋るな。あかラヌ、どっちじゃ。Thank you.
蛇垣はの二つあるぞい。一つは生垣、一つは干し垣。あっちじゃ。生垣はあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生垣もいでくれようぞ。生垣。はい、しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。米だ。おう、おう、まさしく巫女様のお米。ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。あん、巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、お米がまだ実の、また北条の頃にお授けしましょう。さようなら巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。なぜ戻られた。使命など決してここにはありませんゆえ、どうか静かにお帰りくださいませ。そなた使命な
そなた、なぜ戻られた？使命など決してここにはありませんゆえ、どうか静かにお帰りくださいませ。狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不始立ち、どうか叶えて差し上げてください。狼殿、御御家九郎では、また狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越の巫女より授かりました。越の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。源の好機、その一つは源の水が濃く溜まった場所で咲く白い花だろう。はい、落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社、言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の功を求めた者が記した書物か。はい、光輝を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。芦名の底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。わかりません。うん、
確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。はなあ、そうだ、そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。いいえ。そうか、ならば後で嗅いでみるとよい。かすかだが、何やら香りが残っておるように思う。戦況に至るための子は狼よ。行くか、狼よ。おお、そうか。どうじゃった？はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが、思い出せません。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが、常桜の木も花も、もうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り、花を持ち去った者がいます。花をなくした常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、本眉間の死苦労さん。ではまた。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが、何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。戦況に至るための狼よ。常桜は枯れ残っておらぬか。はい、ですが、何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったといいます。誰がそのようなことを。
失われたものは持ち去られた枝にしても先に御意行くか。狼よ、頼んだぞ。は。足らぬと思うか。食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにもいるようでして。これだけ人死にが続いてはということじゃない。おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。
お前さん、何か言うか。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。お前さん。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。
ラッパ者を見なかったか。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘じゃ。黒傘の小男じゃ。だがこの辺りを通った者はおらぬがな。タヌキか、あるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。もうよいわ。だからよせっつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。おめえはヨタカの衆か。いいよ。まあそうだろうな、風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ、おめえは愛想のないこった。しつこいおってに仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。俺の見立てによるとだ、おめえにはこの鉄線なんざ似合うだろうよ。こいつがありゃ矢でも鉄砲でも、なんなら大筒だってなんとかなら。俺の見立てに、おめえにはこいつ、なんな銭がたまるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。このねぐらは全く具合がいいぜ。次から次、ま、銭落とす方の客なら。さてと、おかげさんでだいぶ銭もたまったぜ。支度には十分だ。ぼちぼち行くとするかね。どこへだ。金剛山の仙宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。ひな臭くなってきたからよ、ちっと野暮用を済ませておきてえのさ。
おめえ知ってるか、このアシナの城にはな、そういったネズミをよバッタバッタと切りまくるおっかねえジジイがいるんだぜ。天狗の面か。おお、おめえも見たのか。ああ、話した。そいつは驚きだ。よくまだ首がつながってるもんだな。先方寺でちと野暮用を済ませてくれ。おめえも達者でな。